だあれだな、ゆっくり行ったら2000からでも間に合わないのかもしれないから半分からだぞ。男子 400m 競走準決勝は第3組です。第1レーン岩橋拓磨君愛知、第3レーン吉田陸斗君相馬、第4レーン草野瑠衣君当日大翔平、第5レーン長谷川健太君愛知農林、第6レーン笠松雄也君岩城桜ヶ丘、第7レーン大河内拓海君福島成蹊、第8レーン高橋陸斗君福島明誠、第9レーン首藤よつみ君郡山商業。以上8名の出場で準決勝第3組です。1500も見てたんですけど、1500表彰台400取れなかったから、ラスト500からね、仕掛けて。それはもうそれほどの伸びがないというのを確認できたし、調整もありますけどね。ずっと後ろにプレッシャーかけながら行っても、ラスト1000なり、1200あたりで、コンクラベをやるしかねえでなと思う。スクリーンには準決勝第3組の結果が表示されております。速報の記録です。1着、大河内君、福島成蹊、49秒98。2着、草野君、当日大翔平、50秒87。3着、高橋君、福島明誠、51秒03。スクリーンは準決勝第3組の速報が表示されております。ああいう走りをして、なんで気なさなねばって褒めることしかなかったと思うんだ。俺は見たけどな。レースは褒められました。あ、レースは褒められたの。